打席は4番の金本です。おとといの札幌ドームで2打点を挙げて史上9人目1500打点に到達しました。よっしゃ、ライトへ上がっている、入りました。ケースタ宮城に強いと先ほど申し上げましたが、金本が今年もこの杜の都でホームランを放ちました。第2号ホームラン、先制のホームを踏んだのはホームランの金本、1対0。実に4月の1日 DeNA 戦以来のホームランということになりました。1501打点目は第2の故郷東北仙台でのホームランでした。矢野さん、打った瞬間でした ね、もう完璧でしたね。打球 もう申し分ないですし、はい、いや仙台でよく打つな、はい、マートンはファーストゴロ、ツーアウトランナーなし。これで金本は交流戦始まってからこのケースタ宮城で7本目のホームランということになりました。